いらっしゃいませ。どうぞご自由に。買わなくても大丈夫だから。テイワット観光ガイドのリーユエ編を探してるんだけど、ここにないか？ああ、その本はあまり人気ないから結構前から置いてないよ。モンド編は面白かったのに残念だ。その本の作者って変わってるからね。ガイドだけどあまりガイドとして使えないんだよ。売れないどころかその本のせいでお客さんから苦情が入る始末だし。モンド編は冒険譚として読んでて面白かったのに残念だな。とにかくここにはないから諦めて。どうしても読みたいなら上級殿のところに行ってみるといいよ。上級殿って？警察層に住んでてね、様々な絶版本をコレクションとして集めてるんだよ。短気なところもあるけど本の話になると結構話しやすいから安心して。彼がまだリーウェ校にいた頃うちの常連さんでね、今でもたまに彼に本を送ったりするよ。今絶版本と言った？ではあの絶版した新小説劇録第6巻も彼のコレクションにあるかもしれないということ？これは失礼した。僕は行く秋たまたま通りがかった読書家だ。僕も本を探してるんだ。せっかくだから一緒に警察さんに行ってその上級殿というものを訪ねようと思うが、どうかな？本を愛する同志だ。かしこまる必要はない。はあ、終わりだ。天の裁きだ。ん？何かね、用件があるなら手短に言ってくれ。絶版本をたくさん持ってるって聞いたぞ。テイワット観光ガイドのリーユエ編を借りたいんだけど、持ってるか？はあ、本の話はやめてくれ。聞きたくもない。双眼巨園が閉鎖されてからうちの鉱石の売り上げは激減だ。その上ファーデュイまで邪魔してくるし、支払いのために私の愛書は全て質に入れたよ。これがどういう意味かわかるか？違う、本はわしの人生だ。わしが一生かけて集めた大切なコレクションが全部なくなったんだよ。君たちに叫んでも意味がないことくらい分かってる。それより早く金を作る方法を考えないと。他に用がなければ帰ってくれ。世間話する気分じゃないんだ。それはあの新小説劇録の第6巻も質に入れたということかな？おや、そのタイトルを知っているとは。君はなかなかにいいセンスしてるな。オイラたちにはセンスがないって言ってないか？それは時代を代表する記書の一つだ。出版された時は誰も興味を示さなかったが、後に武教小説に対するイメージを変えるものとなり、それを模倣するものもたくさん現れた。最初の印刷数はかなり少なく、すぐさま絶版したんだよ。その後重版されたのだけど、続編として出版された第6巻だけはなぜか再版されなかった。そうそう、その通りだ。数がとても少ないからどれだけ金に困っても質には入れられないよ。つまりその本はまだここにあるということだね。ああ、唯一私の手元にあるコレクションだ。おい、お前いつまで待たせる気だ？石箔売るのか売らないのか？シゲ最高様を怒らせたらファディを怒らせたことと同じだからな。どうなるか分かっているんだろうな。はあ、また君か。それでも7割も引かれた値段で売るわけにはいかない。そんな値段で売ったら永遠に本を取り戻せなくなる。そんなことは知らん。本を読みたいか生きていたいかお前が選べ。それとも本を抱えて棺桶に入りたいのか？そんな。お兄さん、
商売というのは互いが合意した上でするものだ。強要はいけない。なんだお前、お前には関係ないだろ。コカハ・ユクアキ、ただのおせっかい者だ。コカハ？今コカハと言ったか。この時代にまだコカハを口にするやつがいるとはな。ただの名前だけのモンパだろ。よくも俺の前に立てたもんだ。正義と肩書きは関係ない。君も虎の意を狩る狐のような召使いだろ。お前首を洗って待ってろ。絶対に痛い目に遭わせてやる。あとお前もだ。あの鉱石は何が何でも売ってもらうからな。はあ、生き地獄とはまさにこのことか。ところで例の本は貸してもらえないだろうか。いいんだ、心配してくれる人なんて求めてはいない。さっきかばってくれた礼に貸してやるよ。ありがとう。この本を3年も探してたんだ。この恩は必ず返す。そういうのはいい。本をちゃんと返してくれれば大丈夫だ。コカハの弟子に期待なんかしていないしな。おい、もう行くのか。まだ何も解決してないだろう。ここで本を読むのがお前の正義なのか。へえ、こんなことが。なるほど、面白いな。おい、話を聞け。人気なのもうなずける。おい、そうだな、鉱石を安くしないと痛い目に遭わせるって、まるで強盗みたいだ。勝手に僕を仲間外れにするな。聞こえてたんじゃないか。この本を借りたのは、このままだと上級殿がこれを質に入れるだろうと思ったからだ。彼に言った言葉は嘘ではない。恩を必ず返す。それが義経というものだ。この本は僕が代わりに保管する。そして彼の他のコレクションも僕が何とかする。もちろん方法はある。すでに心当たりもあるし、あとは司祭を決めるだけだ。ここで少し観察させてくれ。あまり時間はかからないから。まだこんなとこにいたとはな。さっきのがただの脅しだとでも思ったか。バカ派のくせに大した度胸だ。ああ、間違えた。コカ派だったな。灯籠が斧を持って竜舎に向かうということわざがある。あ、何言ってんだ。帰ってくれ。強引な商売は僕が許さない。それに相手が恩ある上級殿ならなおさらだ。お前またそいつの味方をするのか。タイミングが悪かったな。今日はファデュイの方が後ろについているんだ。コカ派のやつなんて目じゃない。僕はまだ若いが、それでも数年世間を渡り歩いてきた。悪人を恐れる必要がどこにある。ならこの俺が痛い目に遭わせてやるよ。ただの石ころかと思ったら、まさか神の目だったとは。今日のところは見逃してやる。このままで終わると思うな。覚えてろよ。痛い目に遭わすとか言っていたけど、彼には一生無理だろうね。いや、誤解だ。さっきのやつの言葉は悪いが、コカハに対する評価はまあ間違っていないかな。僕もモンパを立て直したいという気持ちはあるけど、それは一朝一夕でできるようなことではないんだ。あいつら今は言ってくれたけど、きっとまた来ると思うぞ。ああ、恩人殿を困らせるわけにはいかない。商売にはやり方があるんだ。この件は僕が最後まで責任を持つよ。ファドゥイが商人の味方をするとは考えにくいけど、
あの召使の態度を見た感じ、嘘ではなさそうだし、本当に手を組んでいるのかもしれない。それに先ほど奴が言っていた重西公、その名を聞いたことがある。彼の屋敷はリーユエ公でもかなり目立つんだ。君たちは何か手がかりがないか探してきてくれないかな。まあお前の考えは筋が通ってるけど、お前はその間何をするんだ？僕は他に調べたいことがあるんだ。そうだな、あとでリーユエ公の玉境台で集合しよう。本当だよな、オイラたちを雑用係として使ってるんじゃないよな。おお、そんな考え思いつきもしなかった。素晴らしい、言葉にできないほどの良案だ。腹が立つぞこいつ、殴りたい。わかった、でもオイラを怒らせたやつには嫌なあだ名をつけてやるぞ。そうだ、ほんの虫にしよう。何者だ？ん？それなら連絡が来ているはずだが、旦那様は本日急な用件があるゆえ面会は全て取り消されたぞ。用件って？旦那様は近頃ある事業で忙しくてな、今日も朝から大事な客人を迎えに行かれた。今どこにいるんだ？すまないが誰にも言うなと旦那様に言われている。いやいや、そういう意味じゃないんだ。気を悪くしたならすまない。すまない、悪かった。旦那様は今新月圏にいるんだ、どうか許してくれ。旦那様には言わないでくれ。ふん、こっちも急用があるからな、今日のところは許してやるよ。重西公との商談がうまくいったらお前の無礼を忘れてやる。感謝する。その商談に元神様のご加護があらんこと。お前に演技ができたなんてな、知らなかったぞ。ひひ、オイラに礼をしたいなら美味しいものをおごってくれよ。けどあの門番が言ってた大事な客人って、多分ファデュイのことだよな。ああ、早速新月圏に行こう。ええ、分かっています。必ずや注文は成し遂げます。しかし部下の話によると進捗はあまり良くないようだが、協力的ではない人間がいるとか。そうだな。あ、ええ、材料の仕入れに少しトラブルがありまして、赤白がまだ入手できていないんですよ。でも心配いりません、あの上級殿が売ってくれなくても別のものから買えばいいだけの話です。ならいいだろう。前にも言ったがファデュイは結果を重んじる、そのためならファデュイは支援するが、期限通りに納品できないなら我々の善意もただではないということを覚えておけ。分かっていますとも。お世話になっているんですから期待を裏切るわけにはいきません。ああ、結果が楽しみだ。上級め。重西公、やっぱりファデュイと手を組んでるみたいだな。このことを本の虫に報告しよう。あっちもうまくいってるといいけどな。調べたいことがあるとか言ってたくせに、結局本を読む場所を変えただけじゃないか。なるほど、予想通りかな。本当に予想してたのか。策はもう考えたよ。この手紙を飛雲商会に届けてくれないか。彼らなら何をすべきか分かってくれるはずだ。訳あって僕は一緒に行けないけど、
手紙の内容は読まないでくれよ。うわぁ、汚い字だな。こんな字読もうと思っても読めないぞ。だから読まなくていいと言ったんだ。読んでも読まなくても意味がないからな。飛雲商会にはこの手紙を読める人がいるから心配ない。けどあの飛雲商会が協力してくれるのか。あそこってリーユへの大商会の一つだろ。オイラたちに協力してくれる理由が見当たらないけど。リーユへに来てからよくその名前を耳にするだろ。いろんな事業がその商会と関係してるんだ。そんな大商会が協力してくれるんならもちろん助かるけど、協力のあてはあるのか。それなら心配ない。僕の考えが正しければ彼らには僕と同じ義兄の心がある。この真摯な手紙を読めばきっと助けてくれるさ。重最高にお仕置きするなら僕たちの力だけじゃ足りないからね。それに僕がしたって他の人に知られたくないし。上級に恩返しするって言ってなかったか。ことが終われば衣を払い功と名を深く隠す。これが義兄の根底だからね。一滴の水の恩を湧き出る泉をもって報える。それが恩返しだ。僕は貸しを作りたくないしお返しもいらない。かっこいいこと言って、本当は本の続きを読みたいだけだろ。では手紙を飛雲商会に届ける件は頼んだぞ。彼は瑠璃亭の近くにいるはずだ。無視するな。邪魔するぞ。協力してほしいことがあるんだが、これを読んでくれないか。手紙？ああ、またか。いえいえ、ただの憶測です。手紙を確認するので少し待っていてください。読めるのか。そもそも本当にテイワットの共通語なのか。うん、確かにこの字は真似できるものではありません。お二方さん、遠路はるばる疲れたでしょう。この飛雲商会がおもてなしします。焦ることはありません。手紙のことは分かりましたが、準備するのに少し時間がかかりますから。お二方さん、瑠璃亭で天津を召し上がって海の景色でも楽しんでください。お、天津があるのか。そこまで気を使ってくれるんだな。客のもてなし方は飛雲商会の必修科目ですから、客人をおろそかにすることはできません。案内しますから、お二方さんこちらへどうぞ。適当にあしらって終わるか追い出されるかと思ったけど、本の虫は案外やるんだな。お待たせしました。手配が終わりました。重最高にはお金と勢力があるので、普通のお仕置きでは効き目がないでしょう。同じことをさせないためには彼に上級殿と同じ苦しみを味わってもらうしかありません。重最高の商いが赤白と関係あるなら、このリーユへの赤白を全て買ってしまえば重最高は窮地に陥ると思います。材料がなければどれほど優れた職人でも商品は作れませんから。なるほど。そうなったらファデュイの注文を達成できなくなるもんな。でもリーユへは広いし、赤白を全て買うなんて大変じゃないか。ええ、すぐにはできません。手紙に書いてあったようにお二方さんの協力も必要になります。まずはリーユエコーの中の店舗ですね。その場所を地図上に記しておきました。それから双眼鏡園でまだ買われていない石箔も買っておく必要があります。最後は上級殿のものですね。おう、城内の3店舗、双眼鏡園、上級だな。覚えたぞ。もちろん購入するための費用も心配ありません。おお、モラがこんなに。これ
て瑠璃亭を1ヶ月間貸し切りできるほどの額だぞ。こういうことは初めてではありませんから、慣れてます。お二方さんはただ取引をすればいいです。運搬などは飛雲商会にお任せください。琥珀石の購入が終わったら飛雲商会の倉庫に来れば面白いものを見れますよ。いらっしゃい。何かお探しですか？すべて？実はすでに数人と商売の約束をしてるんですけど、でも口頭での約束のみで契約書がまだなんですよ。どうやら相手が悪知恵を働かせようとしているみたいでね、未だに商談が成立していないんです。飛雲商会だったんですか？おお、なるほど。どうやらリーウェの商業界に新しい動きが。あ、なんでもないです。気にしないでください。ただの独り言ですから。さて、契約を始めましょう。先約のことは心配しないでください。相手は手付金を払ってないし、こういうのは商売上よくあることですから。ありがとうございます。今後もよろしくお願いしますね。すまないが商品は全て品切れだ。また今度にしてくれ。おっと、スネージナヤのやつが買いに来たのかと。石箔ならあるにはあるけど、でも全部スネージナヤの工場に卸す予定だ。小口での商いはしない。儲からないし管理がめんどくさいんだよ。だからすまんね。そうか。あ、ちょっと考えるから待ってくれ。いいだろう。ならこの契約書にサインしてくれるか。ああ、リーウェ人はお金持ちだな。おい、少し黙っててくれないか。すべて言っとくが、うちはこう見えて仕入れ先が多い。全部は買えないと思うから欲しい数量だけ言いな。飛雲商会？それならそうと早く言ってくれよ。うん、飛雲商会であれば安心だ。すぐ手配するから早速契約しよう。石箔の採掘責任者だよな。ああ、やっと来たか。飛雲商会がリーウェ港で石箔を買い回ってると聞いてな。来ると思ってたぞ。ここにはまだ出荷されていない石箔がある。値段次第で譲ってやってもいいぞ。先方も高値を言ってきているからな。700万もらなら譲ろう。はあ？リーウェ港で買ったのは全部で200万もらもしなかったぞ。仕方ないだろう。金を出す者に売るのが常識だ。それに君たちに売ってしまったら、こちらも契約違反で大金を払わなくてはならない。君たちには君たちの理由があるが、こちらにも理由があるんだ。買わないなら帰ってくれ。わかったわかった。高いけど買う。今後この担当との商談は全部4倍で売ると旦那様に言いつけてやろう。え、そこまでしなくても。いやいや、君たちの金じゃないだろう。そんなに本気にならなくても。紹介の金でも多く使えば旦那様に説明できないだろう。その時はお前の名前を報告するしかないよな。お前がわざと値段を上乗せしたって。悪かった、すまない。許してくれ。だが実はここの鉱石の運搬中に少しトラブルがあってね。何台かの運搬車がヒルチャールの襲撃を受けてしまったんだ。詳細な場所はこちらもよくわからない。しかし鉱石を回収しないことには売ることもできない。どうか探してもらえないだろうか。運搬車は全部で5台ある。全部見つけてくれたらすぐ契約に応じよう。そこまでしてもらって申し訳ない。感謝する。仕方ない。
とすより、まあ、運搬車の場所は全て記録してきたぞ。これで石箔をオイラたちに売ってくれるよな。ああ、ご苦労だった。契約を結ぼう。飛雲商会の旦那にもよろしく伝えておいてくれ。よし、これで完璧だな。お前もな。あとは上級の石箔だけだ。ちょうどよかった。最近シゲ最高の手下が来ないから変だと思ってたんだ。どうしてかわかるか？安心しろ、奴らはもうお前のところに来ないぞ。ん？どういうことだ？何？ああ、なるほど、君たちシゲ最高の同業者か。人は見かけによらないな。しかし売るにも7割引きってのはさすがに安すぎる。せめて4割引きで。割引はいらないぞ、通常価格で売ってくれ。え？本当に通常の価格でいいのか？まさかこの鉱石が本当に金になるとは。でも君たちに売った後、またシゲ最高の人たちが来たら。来ないから大丈夫って。わかった、今よりまずい状況もないだろうし。しかしこれだけの石箔で何をするんだ？実は依頼を受けてるんだ。詳細は聞かないでくれ。ありがとう、本当にありがとう。どう感謝すればいいか。いい人にはいい報いがある、悪い奴には罰が当たる。さあ旅人、飛雲商会の倉庫で面白いものを見に行くぞ。さて終幕だ。君たちもいてくれないと話にならない。そんなこと言って、オイラたちがあちこち走り回ってる間、お前は何してたんだ？それはもちろん、きちんと新小説劇録を読んで素敵な時間を過ごしたよ。進撃と邪剣、ヤジとミオ、五巻までの展開は奇妙であり摩訶不思議と表現していいが、この六巻を表す言葉は見つからない。こんな起承を書けるのはこの世に彼しかいないだろう。で、それがシゲ最高の剣と何か関係があるのか？感服しただけさ。だって予想外っていうのは珍しいことだから。面白かったよ。こっちも華々しい終わりを迎えられることを願ってるよ。なんだ、このオイラだけわからないみたいな展開は。じゃあ倉庫に行けば面白いものが見れるっていうのは。考えてみるといい。シゲ最高がリーユエコを探しても石箔が一つも買えない状況を、材料がなければ契約は果たせない、契約を果たせなければファドゥイを敵に回す、そして飛雲商会の名を聞いた彼はきっと腹を立てるだろう。シゲ最高には金と勢力がある。そして彼はこんな扱いを受けたことがない。鬱憤を晴らすにせよ、問題を解決するにせよ、彼は。お前たちだな。お前たちが上級の方を持ったせいで。ほら、噂をすれば。こんなに走り回っても石箔はどこにもないと思ったら飛雲商会が動いていたか。希少な鉱石でもないのに品切れになるまで買い込むとは。俺を狙っているのか？狙うも何も、僕は恩返しをしているだけだ。それに助けが必要な人がいれば助太刀に入るのが当たり前だろ。このままで終わると思うな、と言ったのはそっちの人だしね。ふん、身の程を知らないバカめ。これ以上言っても無駄だな。さあお願いします。ここの石箔を全て奪ってやってください。ふん、ただものではないな。このままでは予想外の損失になる。もっと痛めつけてやってください。そして石箔を。
ファデュイとお前はビジネス上の協力関係なだけだ。お前の尻拭いまでしてやるつもりはない。な、何よ、これもそちらの注文のためではありませんか。注文の件は自分で何とかしろ。行かないでください。おい待て。坊ちゃま、どうしてここに。怪我はありませんか。ああ、彼女のおかげで無事だ。坊ちゃま、お前が飛雲商会の御曹司。ああ、僕がコカハ門弟、そして飛雲商会会長の次男、行明だ。くそ、はめられた。重細工、強要による売買は商人としてどうかと思うよ。ここは商人らしいやり方で解決しよう。この石箔がなければファディが君をどうするか想像してあげようか。いえ、どうすればその石箔を譲ってくれるんだ。上級殿には7割引きの値段と言っていたな。ではこうしよう、通常価格の3倍、これでどうかな。足元を見やがって。貴様、いい加減にしろ。まあそう叫ぶな。買うの、それとも買わないの。分かった、3倍で売ってくれ。それでいいんだな。毎度あり。今後とも何卒よろしく頼むよ。お前飛雲商会の御曹司だったのか。じゃあオイラたちが使ってたモラは全部お前の財布から。気にするな。損することのない商売な上に重細工にお仕置きできた。一石二鳥だ。そう褒めるなよ。君の正義もなかなか感心したぞ。オイラ、こいつのことずっと本の虫って呼んでた。お坊ちゃまを怒らせたら相手の手足を切るって武教小説で読んだことあるぞ。どうしよう、どうすればいい。ごめん、本当にオイラが悪かった。許してくれ。君は飛べるんだし、足がなくても平気だろ。だ、その目は本気だ。旅人、助けろ。冗談はここまでにして、今回のことは助かった。本当にありがとう。この新小説劇録もなかなか面白かった。これを上級殿に返してきてくれないか。だって僕は何もしていないのにお礼を言われるのもなんだろう。君たちは関係ないのに最後まで協力してくれたんだ。これほど義侠の心のある人と知り合えただけで僕は満足だからね。坊ちゃま、お話の途中で申し訳ありませんが、旦那様の方には。ああ、父さんには今回の件を解決したついでに大金を稼いだと伝えてくれ。だからこのことに免じてあと数日だけ時間をくれないか。新小説劇録の中に秘境の話があってね、そこに行ってみたいんだ。そんなこと言って本当は本を返しに行くのが面倒なだけだろ。上級殿ならきっと謝礼も準備してくれていると思うよ。謝礼？まあ言ってやらなくもないか。何を言っても坊ちゃまは止められませんね。知らないとは思わなかったです。では本を返すことは頼んだ。縁があったらまた会おう。やっと来てくれた。今朝質屋の人がわしの本を全部返してくれたんだ。きっと君たちが協力してくれたんだろう。ありがとう、本当にありがとう。ああ、そう言わずに。このことはわしにとって本当に大きなことなんだから。上家はリーウェでは大きい一族だったが、わしが若くして当主を継いだ時、商売で何度も失敗して家の財産を失ってしまったんだ。
一族の栄光を取り戻そうとここ数年は必死に頑張ってきた。今回の赤白の商いはわしの全財産をかけた希望だったんだ。君たちがいなかったらおそらくわしは無事でいられなかっただろう。お前もお坊ちゃまだったんだな。ん？どういう意味だ？なんでもないぞ。そうだ、本を返しに来たんだ。ああ、新章雪月記録。あのコカ派の少年、急に姿をくらませたから泥棒かと思ってたところだ。コカ派、そんなにまずいところなのか？門派自体は数百年の歴史があって輝かしい時期もあったが、今ではもう落ちぶれたな。門派の復興には新たな血が必要になるだろう。しかしずっと衰え落ちぶれたままでは新しい人材も入ってこないはずさ。今のコカ派の若者ときたら、例えばあの少年、恩返しとか言ってたくせに君たちの半分の仕事もしてないじゃないか。まあこの話はどうでもいい。そうだ、テイワット観光ガイドのリーウェ編が欲しかったんだろう。用意しておいたぞ。これは君たちにあげよう。それからほんの気持ち程度だが謝礼も。鉱石も売れて我が愛所たちも戻ってきた。本当に。ん？どうした？なんか落ちたぞ。いや、なんでもない。あの少年、まさか。